皆さんこんにちは、ひとみです。今日はフィラの新作レディーステニスウェアをご紹介していきます。全7コーディネートをご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。コーディネートはこちら。安心感のある深すぎない V 襟シャツになります。ウエストの切り替えがポイントになり、無地にも同じプリントスコートにもマッチし、とても映えます。パンツはベーシックショートにフィラらしくラインを入れて、シーズンレスだからレイヤード次第で季節を問いません。オールマイティーに活躍する便利アイテム。2つ目のコーディネート、ラインの入ったリベリをつけることで価値のある仕上がりになっています。何でも合わせられる万能シャツです。小鼻に対して無地の裾プリーツが可愛らしいスコートになります。アクセントの配色ラインが効いています。3つ目のコーディネート、フィラらしい70年代のレトロな雰囲気のオリジナルストライプにミドルカラーの強すぎないカラー配色に切り替え、安くて映えるデザイン。ウエストとウエスト下の切り替えがポイントです。腰回りはすっきりとしていますが、裾の分量はふわっと女性らしいシルエットです。キロットタイプなので気にすることなくゲームができます。Do you ever think about it? How people fall in love. It's not the way that they look. That's from movies and books. It's a feeling.4つ目のコーディネート、見せかけのタンクトップ仕様になっていますので、1枚で快適に着用できます。今季差し色の鮮やかなカラーのグラデーションが爽やかです。4段ボーダーの切り替えがおしゃれなスコートです。4色入っているので、さまざまなカラーのトップスとコーディネートが楽しめます。5つ目のコーディネート、襟付きシャツにレトロカラーのストライプが新鮮です。無地のスコートと合わせてもインパクトがあります。胴柄のスコートと合わせればワンピースに見えて可愛らしいです。ヒップ周りはすっきりとさせたスコート、切り替えの無地カラーがシャツを着た時に見え、コーディネートのアクセントになります。コーディネート、
グラデーションと無地の切り替えがシャープなイメージ。甘めのデザインスコートと合わせてウエストリブがポイントのプリーツスカートです。本日最後のコーディネート、大きく切り替えた V のカラーブロックが大人っぽく爽やかな印象に仕上がっています。大人気のギャザースコートです。無地なのでオールマイティに使えます。いかがでしたでしょうか。瞳のルックブック第4弾ということで、プリンス、ルコック、アディタスと続き、今回はフィラの新作ウェアをご紹介しました。ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。